2015年9月の国連サミットで採択された持続可能でより良い世界を目指すための国際目標 SDGs。 大田区は SDGs を達成するために優れた取り組みを提案する都市として内閣府から SDGs 未来都市に選ばれました。その中でも特に優れた先導的な取り組みを行う自治体 SDGs モデル事業にも選定。企業や学校、そして区民の皆様と手を取り合い、持続可能な社会の実現を目指しています。1947年に誕生した大田区は、海と川に臨んでおり、昔から人々が住みやすく、交通の要路としても長い歴史があり、また様々な文化、芸術も育まれてきました。現在も自然に囲まれる環境の中で、新しい産業や物流の要を担う大田区だからこそ、全国のモデルになるように、SDGs の達成に向けて取り組んでいくべきだと考えています。大田区は高度な技術を持つ製造業が集まるものづくりの街という側面と、羽田イノベーションシティを起点に新産業を創造・発信する街という2つの側面を持っています。この2つを結びつけ、区民の生活利便性の向上や環境をより良くするための革新的な技術・サービスを生み出します。また次世代の産業やイノベーションを担う人材を育成し、この流れを将来にわたって持続可能にしていきます。さらに国内外の企業を取り込むことで、新産業と匠の技が融合するイノベーションモデル都市としての地位を目指します。